はい、サーフィンの S リーグ開幕戦、茨城サーフィンクラシック沢上杯男子ショートボードのセミファイナルの第1位とを見ていきたいと思います。ヒート時間は25分になってますね。今日はで、ライブスコアはもう動いてますね。もう始まってるんですけど、画面は CM 中です。第1ヒート、赤が西圭次郎選手、乙女座、白が稲葉玲央選手、お羊座。一番注目の対決じゃないですか。去年と2021年のグランドチャンピオンの圭次郎さんと、オリンピック5位の玲央さんです。同じボードを乗ってるらしいですね、あのメーカーが。ところのボード。で、これ、を、秋田さんは、痛く気に入ってらっしゃって、ずっと楽しみ楽しみって言ってありますね。さあ、どうなるんでしょうかね。そう、乙女座と大牛座の150度対決ですね。試合前二人でね、仲睦まじく、テントで、笑顔で喋ってた感じだけど。でも海に入ったらバチバチなんでしょうね、きっと。もうすでに2分経過してます。まだ動いてないですね、誰とも。これね、ライブスコアで波に乗ったかどうかっていうのが分かればいいですよね。なんかね、WSL のサイトだったら、とりあえず乗ってたら1ウェーブとか出てますもんね。で今、スコア出てなくても、もうすでに乗ってたら1ウェーブとか2ウェーブとか書いてあった。あれすごいわかりやすいんですけどね。あ、もう乗ってるとか。そう、こっち、プライオリティもわかんないですもんね、ライブスコア。あ、プライオリティはね、WSL のサイトでも、わかんないけど、あ、戻ってきましたね、放送。さてさて。よろしくお願いします。圭次郎さんのね、髪色が今回ずっと金髪ですよね。乗ったっぽいですね。あ、乗ったんですね。ああ、圭次さん先制攻撃は圭次郎さん。今のこのサーフィン見るだけでも、なんか西圭次郎選手、やっぱり対戦相手が稲葉玲央選手なので、ギア上げてきたなって感じがしますよ。普段からも、交流があると思いますが、このいいところ25分間は相手同士、多分日選手的には、もうここが本当ファイナルだと思ってるんじゃないかと思って、うん、ファイナルと思ってるでしょうね、実質。どんどんいきます。圭次郎さん、いくいく。あ、今度はバックハンドでいきます。うん、いいっすよ、これ。ここも入る。スリーマニューバー3発入りましたね。彼の強いところで、はい、まず乗って、再びその後にバックアップ揃えれるんですよね。なんか、この画面が稲葉玲央さん、今回ね、圭次郎さんのスコアのパターンですよね。一発乗って、戻るところに、ちょうど波来て、また乗るみたいな。スムーズなライン取りで、しっかり縦にも入れつつ、ちゃんとフィニッシュもしてくるっていう。はい。日本、すごいですね、立て続けに。うん、なんか、さっきのヒートでも、沖田さん言ってたけど、まあこれ、ね、レオさんも言ってたらしいけど、マンオンマンの定石は、定石定石は、早い時間で2本揃えて相手を抑え込むことっていう。そうですね。圭次郎さんがやってる。稲葉玲央選手は逆転してきてるのを見てるんで、まだまだ全然わかんない。まあでも、レオさんなんでね、波が来れば、プライオリティ
持ってじっくり待って。終了間際30秒で逆転とか見てますからね、井上選手。そうですね。はい、2人ともね、試合はうまいでしょうし、もちろん。そうですよね。はい、多くは言うつもりはないですけど、はい。そう、どちらも、だってコーチ一緒ですもんね。伊豆木コーチですもんね。やっぱ、稲葉選手のやっぱ強みって、もちろんパワフルなターフィンとか、やりはとか、いろいろ技はあるんですけど、あの得意技は、はい、なんかメンタルがすげえ強いなと思いますね。そうじゃないとやはり終了間際は強いですよね。ギリギリのとこで逆転とかできないですよ、ね。いやメンタルはバカ強でしょう。だってオリンピックのあれ見たらバカ強でしょう。どう見ても。ここでスコアが出てきますが、川瀬心那選手見事ファイナル進出です。勝利者インタビューです。あ、慶次郎さん、1本目が 4.50、2本目が 5.50 出てますね。その後もう1本乗ってたんですね。それが 2.50 出てて。レオさんは未だノーライドかな。相手もみのりちゃんですごくうまい相手なので、自分のベストを出せないと、やっぱ勝てないと思ったので、なんか思いっきり挑めました。心那選手もね、なんか淡々と試合を進めて。波迷子になったのが、ダメなところだと思うので、しっかり波を浴びて、自分のサーフィンが出せそうな場所を選びます。そして最後、ラストライドも 5.5 と自分のトップスコアを塗り替えましたが、ワンマニューバーでの 5.50、ご自身の中でどのように捉えてますか？もうちょっとサイズのある波であれば、もっとスコアをもらえるのか。でも、コンペティターって感じですよね、ここの選手も。それではいよいよファイナルというところです。ジュニアでね優勝してますもんね、あの WSL の。いつもたくさんの応援ありがとうございます。ファイナルでは仲のいい中潮かな選手と一緒なので。あ、そうか。ファイナルはそうか。中潮さんとコナちゃんになったんですね。楽しみにしております。お、レオさん1本目行きましたね、やっと。しました。川瀬ココナ選手でした。頑張ってください。バックハンドで2発入って。3発目入るか。あーでもそんなにじゃないです。1本目は、現在スコアされているのは西圭次郎、1本目が 4.50、 2本目が 5.50、4本目からスコア出ていませんが、慶次郎さん、やっぱりガンガン乗ってきてますね。そうですよね、今もちゃんと引っ張ってホワイトウォーター特に乗ってくるんですよね。ああ、でもそんなにそんなに出ないんじゃないですか。やっぱりあんまりパワーも感じなかった。まあこっからじゃないですかね。やっと乗れたので、こっからちょっと乗りが多い。あ、時間読み上げてなかったですね、そういえば。今、16分43秒です。今のポジションが、慶次郎さんがリード。4.50、5.50 で、10.00。で、レオさんのスコアがまだ出てない。あ、また慶次郎さん行きますね。ゴンゴン行きますね。プライオリティ守ってるのか。ああ、レイバックっぽいの一発。あ、レオさんも動いてましたね、今。あ、行くんじゃないですか。お、行った。おお。最後。おお、フィニッシュ入りましたね。一発目と二発目がすごい素早かったですね。ノートリムでスイスイって。普通の選手だったら多分抵抗心、今リプレイ見ればわかると思うんですけど、これね、多分走っちゃうと思うんですよ。スイッとスイッとでこう二発。入れてからちゃんとカールにアプローチして、もうこの時点で2マニバ入ってるんですよね。で、3マニバ目っていう。この辺ね、やはりね、パンピングが重そう。サイドはもう、っていうか、波がかわいそう。重そうで。重い重いって波が言ってそうな感じのパンピング。私はなんかあんまりああいうの好きじゃないんですけど、ね、
前の西圭次郎の5本目です。おお、かっこいいですね、やっぱ、レイバック。サーフィンだけで言ったらいいんですけどね、まあ、はい、試合なので、そうですね。はい、サーフィンだけで言ったらいいんですけどねっていうセリフは結構意味不明な気がします。コンペだってサーフィンじゃん。まだ出てこないですね、レオさん。あ、4.90 だって、1本目、レオさんの。うん、やっぱ5点出ないですよね。そんなに。2本目がまだ出てないので。でも、2本目は出るでしょうね。これでもトントンぐらいになるんじゃないですか、今。2本目絶対多分これより高いと思うんで。最後のフィニッシュ、3番2番目はちょっとシュアブレルだったので、まあ、その辺がどうスコアされるかってことだと思うんですけど、3ターン目がシュアブレイクだったからどう評価されるかとのことです。あ、ケイジロさんまた行きますね。バックハンド、いいですね。来るか、ところの高さ、あー、いいっすね。激しめのやつを2発目で当ててみましたね。表に今本当良かったのは、今西圭郎選手が行かなかったら稲丸選手が行ってたんですよ。そうですよね。そういうところで相手を乗さずに自分はスコアできるんですよね。チェックターンしてこのフィニッシュ、いいっすね。縦へのね、鋭さがありましたよね。はい、後でチェックターンしてこのところに置いて。あ、でもレオさんの2本目がまだ出てないもんな。5点、あ、思ったより低い。4.65、さっきのフロント方向が。はぁ。なんかこれ昨日までだったらもっと出てますよね、絶対。レンさんが言ってる。バックハンドで4発目。おお、4発一応決めてきた。上陸。なんかもう本当、なんていうんですか、パンチ打ったらまたパンチ打ち返されてっていう、なんか、そんな感じの試合ですよね。激しい攻防を続けてきました。稲葉玲央の2本目。まあ、でも、昨日までとは点の出方がちょっと違いますよね。まあ、コンディション違うから当然っちゃ当然ですけど。西が行きます。おお、ケイジョウさん、また行ってる。沖で。サーブで戻る。僕の思うに稲葉選手の先ほどのバックサイドのスリーマニューは入ったライディングは、多分彼の中のハイヤスが出ると思いますよ。はい、はい、そうですね。稲葉レオが3本目テニスの現状では 5.1 ですが、その後に6本目7本目3本目の方が良かったんですかね。スコアなんか秋田さんの話だとそんな感じ。あ、これですね。速いターンで2発、2回目の3は良かったですね。ああ、そっか、3発入ってるもんね。まあ、ただ、ああ、でもそうか。でも、これも波ちっちゃくてシュアブレイクだったしってことですよね。なんかでも、圭次郎さんの方が優勢な感じはしますよね。圭次郎さん、笑顔じゃん。楽しいのかな、やっぱり。フロントサイドであれでフィニッシュがあったら、結構あれはもうすごい大打撃な一発だったんじゃないかな。なんかね、これまでのヒートはなんか圭次郎さんも勝たせたいし、レオさんも勝たせたいしみたいな感じの、なんかジャッジの意図も感じる感じの出方だったと思うんですけど、その2人が当たってるから、なんかジャッジもあと西選手のあのバックサイドのなんかトントン、ああ、ケイジロさん 6.50 出してますよ。 6.50 スコア 12.00 と逆転にしたポイント 7.10 と、またその差が現状では開きます。レオさんということはニードスコア 7.10、 もちろんコンボが入れば一番いいんですけど、はい、ワンマニューバーでいいと思います。うん、でもなんかまだレオさん今日そんなになんかパワーすごいぞオーラ出てないですよね。それともあれなのかな、レオさん、昨日インタビューとかでも言ってたじゃないですか、ちょっと点数出すぎみたいな、自分の点数出すぎみたいなこと言ってたから、そういうのも聞いてきてたりするんですかね。
知らんけど。まだまだ全然時間あるじゃないですか。ありますね。もう。あ、まだ10分なの、ね、まだこれだね。あと10分あります。はい。1、0、あと10分ですね、これで。第2ヒートの選手の紹介が行われます。お、りょうさんの3本目が 5.90。さっき3発入ったやつですよね。上陸したやつ。あれが 5.90。で、10.80 に上げてきてますね。ニードは 6.11 に縮まってます。さあ、このね、2ヒート目も面白そうですよね。2人とも試合うまいし。ユージ選手いつもあれなんですよね、そのまま階段降りていかずに反対方向に歩いていくんですよね。あ、レオさんが言った。スコアが出ています。フロント。ああ、一発だけ。5.90 ポイント。これは多分そんな出ないですよね。ポイントで現在2番のポジション、トータルスコア 10.80 です。そして、先ほどの6本目が 6.50 と、錦絵二郎評価されます。二郎さんが乗ってるなぁ。5.10 という。また行くんじゃないですか、これ。ターンにはこの評価となりました。ああ、あんま良くなかったんだ。1番、トータルスコア 12.0 で、稲葉レオが必要なポイント、6.1。乗らずにとっとと戻ることを選択しましたね。1から 6.11 にしています。うん。ケイジローさんは、まだプライオリティをがっつりキープして。ここまででいろんな展開があったので、もう間もなくかと思ったんですが、ケイジローさんだってもう、9本乗ってますね。それではセミファイナル第1位と、ここまでのリキャップです。見ていきましょう。まずはね、このヒート、西選手が先制パンチ入れましたよね。左からホワイトアプローチ、フリーマニューバー出てきました。5.50 でした。ホワイトで1本目、4.90。もう本当の失敗からのトップに上げて、稲葉選手がパワーありますよ。スプレーも飛ばして、ただこれ何がマッシュになって、ショルダーがなくなってしまいます。6本目、これで 6.50、オープンスコアです。プライオリティを使って、ね、稲葉選手が波を取って、これが 6.50 なんですか。出てきました。これが3本目 5.90。 このリキャップの曲のこの口笛口笛がメロディーで入ってるじゃないですか。口笛風の音色というか、なんか前からそんな感じですよね。 GPSA で使う曲、口笛を使うとちょっとご機嫌感が出るんですよね、きっと。はい。フロントサイドを見て、はい。もうその前のなんですか。はい。そう、口笛といえば、なんかね、うちの妹もなんか機嫌のいい時なのか、なんか運転中でも口笛吹くんですよ。で、私はその習慣なかったんですけど、これ誰かなと思ったら、うちのね、父がね、口笛吹く人だったんですよね。なんかそれそのまま受け継いだんだと思って、私は全くそこは受け継いでない。どう考えても私の方が外見的には父に似てるんですけど、中身はね、なんかどうも妹の方があっちの血を引いてて、で、私の中身が母方の方に似てる感じなんですよね。不思議なんですよ。テレコになってるんですよ、外見と中身が。今のコンディションは思うんですけど、瞑想中の大輝選手、先ほどの、女子のセミファイナル第2位と川井みのり選手もやっぱ張ってきたように見えた波で、ワンターン、そしてツーターン目に行こうとしたところで少しクローズしてしまった。ケイジローさん楽しそうですね。てか2人で楽しそう、誰と喋ってんねんっていう話ですね。瞑想というかイメージというか、なんかやってましたね、はい、あれすごい大事ですよね。でも本当人によってアプローチが違って、昨日すごい、すごいリラックスしてる。グリフィン・コラピンと優勝した選手がね、面白いこと言ったんですけど、なんか2人で喋ってたんですね、これ、多分レオさんと、海で。グリフ
たり、なんか笑いながらジョークを言ったり、そういう風にやっていくのが彼のアプローチらしいです。本当に人それぞれで全然違うみたいな感じですね。スイッチの取り方、集中力の入り方、はい、なんかグリフィンはあんまりこうシリアスにこう取らない方がいい。残り5分切ってるんじゃないですか、ね。そういう方の方がなんかゾーンに入っていけるみたいな。残り5分切ってますね。4分44秒。井岡選手、西圭次郎選手の試合前、お互いリラックスしていたように見えますが、はい、なんか、はい、この2人を見ると、なんかちょっとグリフィンスタイルが稲葉亮選手で、ジャック・ロボスタイルがちょっとあの圭次郎選手なのかなってちょっと感じがしますけどね。短い時間で集中できる選手はいいですよね。試合に挑むのか。はい、今回あの田中大輝選手の初戦あの初めてのラウンドから見てて、残り4分切りますよ。マイラウンド変えてるみたいな感じで来てるじゃないですか。はいはい、はい、これがすごいなんかハマってますよね。まだレオさんのニードが 6.11 ですね。あ、レオさん乗りますね。ああ、見送った。プライオリティ1番を持ってマークをしてるのが西圭次郎。うん、もうマークの時間。プライオリティ持ってるの圭次郎さんですもんね。ああ、どうだろう。あ、圭次郎さんやっぱり行くよね。これはブロックだ。レフト方向見ましたがライト方向に行ってほしいます。飛びた、飛びた、ここも、ね、しっかり決めてきますよね。今のは確実にこの 5.90 以上出るんじゃないですかね。また今稲葉選手から取ってるんですよ、プライオリティを持って。はい、なんか今回このヒット見てると、稲葉亮選手がスコアに来る波が来るとハイプラオリティで必ず西選手が取っているっていう気がしますよね。さすが。で、ね、一度ホワイトウォーターにアプローチしてから前に出さないんですよね。ここで一度コンボスプレーを出して、かっこいいな。フィニッシュだけです。フィニッシュでコンボスプレーをヒットしていきます。テールもね、ちゃんと回していきました。フィニッシュのセクションもありましたね。そういえば、脇田さん、板のことすごい言ってたけど、ヒート始まったら板のこと全然何も言わないですね。あ、レオさんが行きますね。この波を掴んだワンターン。バックハンドでワンターンですね。今のでも 5.90 以上出ますかね。ワンヒットあったらもっと良かったんですけど、鋭かったですよね。いや、でも、うん、さっきの 5.90 よりは出ないんじゃないですか。バックアップは超えてきそうな気がしますね。今、バックアップが 4.90 なんで。5.2 とか3とかそれぐらいなんかな。知らんけど。僕の思うには、今の稲葉亮選手のライン、ワンマニューバーでも彼のハイエースになるんじゃないかって。ああ、ハイエースとなるんじゃないかって。秋田さん。それも出てもおかしくないんですけど、6.11 出てもおかしくないって言ったらいいですね。5.90 とか上げてると思うんですよ。多分7点以上出るんじゃないかな。そんなに、はい、そうなってくると稲葉亮選手の熱狂ポイントが上がるので、はい、この辺ですよね。あ、どうだっていう出たやろうって感じのジェスチャーしてますね。でも2人とも笑顔なんですよ。楽しそう。残り1分半切ってます。まあでも楽しいんだろうな、実際。ね、言ったら、同門に近い感じじゃないですか。で、ボードも一緒で。で、まあ2人ともトップ選手ですし。レオさんのやつがまだ出てないですね、スコアが。でも今日一番の注目ヒートですよね、これ。そうですね。お客さんも多いように見える。残り30秒ですが。残り30秒。まだ出ないですよ、レオさんのスコアが。あ、レオさんが言った。ああ、引っかからなかった。てか、残り時間、まもなく10秒ですが、
慶次郎さんは締めに行きますね。手堅く。あ、慶次郎さん 6.30 出てますよ、さっきので。これで、レオさんのニードが 6.90 になってますね。6.90 出るんかな？どうなんだろう？さあ、どうでしょうね。さっきのバックハンド一発。これでも逆転したらまた荒れますよ、コメント欄。絶対。これが 6.30 というスコアになりました。ここまで出てこなかったんですね。やっぱりファーストポジションなんですかね。リプレイ見返すと。これが11本目となります。まだ出ないですよ、レオさんの。6.90、稲葉レオのワンターン何点になるのかわからないです。これ、そうですね。そう考えると、はい、ファーストセクションだったじゃないですか、今選手。で、それでこのラディカルな縦へのヒットいったんで、わからないです。出したら7点出たかもしれないですね。なんか逆転でしょって言ってますね。そしたらすごいですね。どうなんだろう、でも。決まったかと思ったんですが、ただ、あの西選手の最後のフロントサイドも、ありましたね、パーセッションのカービングが良かったんですよね、はい。フィニッシュはちょっと小さかったと思いましたが、でもまあ、きっと思ってました。これは、分かんないというか、分からないというか、まだジャッジが。6本目、6.90 以上出せば、キャプテンファイナル進出ということになります。僕の今日言ってるみたいな。さあ、どうでしょう、どうでしょう。サイズとクオリティ見たら逆転やなれよって書き込みがありますね。ああ、そういえば言ってましたよね。なんかジャッジはファーストターンとやる位置を見てるって。ファーストで大きいの入ったから点出るだろうってことですよね。あ、6.45。おお。ケイジローさんが 6.30 出したから。よかったんですね。ケイジローさんがファイナル進出ですね。おー。リオさん勝たすかなって思ったけど。スポンサーシードで登場させてくれましたね。本当そうですよね。オリンピアンですもんね。はい。うん、6.45 は高すぎっていうコメントも。あ、そうか。そうだよね。そうだそうだ。リオさん、だってスポンサーシードだもん、今回。まあでも、うん、ジャッジは慶次郎さんでしたね。なるほど。では第2ヒートも1回分けますね。それでは。